次にカップル。トイレの方に男が寄っていく。入ってくれるのか。入った。何も知らず鍵をかける男。カウントダウン開始。ベンチに座り彼氏が出てくるのを待つ彼女。パンツを下ろししゃがんだ。まずは成功。お尻を出すがすぐさまズボンを上げ始める男性。しかしこの時彼の目に映ったもの、それはおばさん3人組。監視小屋脇に設置。まずこの男性でどこがグレードアップしたのかお見せしよう。何も知らず男がトイレに入り、鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、なんと床が水上スキーになるトイレなのだ。まず最初にやってきたのはカップル。男が彼女にバッグを手渡しトイレの中へ。カウントダウン開始と、その時彼女がトイレの異常に気づいてしまった。だがもう遅いのだ。とっさに排水管パイプに捕まり、そのまま海へ引っ張られていく。そして水上スキー。波しぶきを浴びながら便器は沖へと進む。心配する彼女は上手に